万里学院は、中国石膏省年派市、周区に本部を置く中国の公立大学である。2002年3月に設置された。大学の略称は、万里学院。2020年時点では、学校の建築面積は65万平方メートル、本科生2万4人、教職員1404人。 ゼニココーク石膏万里学院は1950年9月に設置された石膏省立寧波農業技術学校が前身である。1960年、寧波地区農科所、寧波地区農具研究所、石膏省立寧波農業技術学校が統合し、寧波農学院となる。1971年2月、寧波農学院と寧波林業学校が統合され、寧波地区農林学校となる。 1976年11月、寧波築農学院に改唱。1977年11月、名称を石膏農業大学寧波文校に改唱。1984年11月、名称を石膏農村技術師範専科学校に改唱。1999年8月、名称を石膏万里職業技術学院に改称。 2000年、学校は、本科の学生募集を始めます。2002年3月、石膏万里学院に改称。2003年、ネーハ機械工業学校を、九州合併する。2004年、学校と、イギリスノッティンガム大学が共同で、ネーハノッティンガム大学を創立します。2018年、ドイツハンブルクに、石膏万里学院海外校区を設立しました。学院も、 K も日本の大学の学部にほぼ相当する。学部は学院と K の上の編成で実態はなく日本の学部とは位置づけが異なっている。名訳がないのでそのまま記す。ありがとうございます。